どうも、なおちんです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。覇王色の覇気のダメージは全キャラ変わらないんですか、ということですね。ちょっとわからないので今日は検証してみましょう。確か8キャラ、覇王色の覇気を使うキャラがいると思うので、全員のダメージを見てみましょう。よし、やるか。それではまずはルフィですね。スキルは何も入れてません。スキルは空の状態ですね。これで、ダメージを測っていきましょう。これダメージ変わるのかな？変わらない気はするんですけどね。まあやってみないとわからない。いきまーす。ちょっと待って、ビッグマムの HP が出ないぞ。ちょっと出しますね。思い知らせてやる。どうだ。はい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 、まあまあまあ一ゲージの半分っていうところですね。白ひげいってみましょう。どれぐらいいくか。命取られる覚悟はできてんだろう。変わんないと思うけどな。変わらないか。次、エース行ってみましょう。スピードタイプだね。命取られる覚悟はできてんだろうな。逃げんなよ。はいはいはい。お前こそ俺の邪魔するな。片栗。どうだ。命取られる覚悟はいはい。だろうな。シャンクス強くあってほしい。もう逃がさぬぞ麦わら。命取られる覚悟はできてんだろうな。キッド、もう逃がさぬぞ麦わら。行ってみよう。命取られる覚悟はできてんだろうな。うぜんだよ。お前こそ俺の邪魔するな。ドフラミンゴ。もう逃がさぬぞ麦わら。スカイタイプだ。どうだ。ははあ。お前こそ俺の邪魔するな。ダウンロードキャラのおでんです。こいつは強くなってほしいな。ダウンロードだし。命取られる覚悟はできてんだろうな。うん。最後、ダウンロードコンテンツのルフィ。普段のルフィと違いはあるのかな。命取られる覚悟はできてんだろうな。ないかな。それでは検証結果の発表です。覇王色の覇気のダメージはおでんが若干高いけども、あとは変わらないという結果でした。おでんがほんとね、若干高いですね。うん、何の差か分かりませんけども、こういう結果になりました。はい、ということで今日はコメントありがとうございました。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。